こんばんざーい。パルタさんとみずきさん、おはぐじ、おはぐじ。わたまるさんも、おはぐじ。ゆいちゃん、手錠配信。違う。洋服を選んでる配信。いや、荷造りしないといけなくてさ、何しようかなって思って、何着ようかなって思っている。どうしようかな。ボスボスって言わないで、やめて。ボスじゃありません。ボスじゃ、ボスじゃないです。ボスじゃない。こんばんざーい。どうしよう、洋服何にしよう洋服何にしよう。大会何にしよう、何にしよう、何がいいかな、何がいいだろうか、何がいいだろうか。うわー、落ちた、最悪。何がいいだろうか。まあいいか、やめっぴ、衣装だけ入れよう。よく汗。まあ別にね、私の衣装が映ったところでネタバレは何もないんで。足軽ジャパンの神奈川県伝道市民のライジング知り合いです。よろしくお願いいたします。そういえばゆいさんも準備とか言ってたな。本当に準備する時間ないんだよね、明日だからさ。逆さごめん、ね、これが正解、これが正解です。どうしようかな。まあ、まあ見せたところでね、いつもと一緒なんで。たまごさん初訪問ありがとうございます。神宮寺です。ごゆっくりどうぞ。けけさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。いつも使ってる靴入れる、入れます。チェーンの悲しみさん、2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。今は衣装をバッグに詰めております。頑張って詰めてるところ。なんかさ、極力荷物を少なくしたいんよね。わかる？持ってる荷物を少なくしたいの、わかる？持ってる荷物、なんて言ったらいいの？あのさ、リュックとかでさ行くんだけどさ、あのライブとか基本的にリュックとか持たずに行きたい今回はリュックを持たず、あの、あんたそれ遊びに来たの？みたいな感じのバッグで行ってみたい。だからそれ以外を全部あのガラガラのやつ、ガラガラのやつにね入れて持っていきたいわけですよ、私は。まあ今見せたところなネタバレするものなんもないんですけどね。どこどこ、はルーム間違った、間違ってないよ合ってるよ。てか私のさっき書いたさ
あのなんだっけ、あれはどこにあれはどこに、なんでよ、いつもならいけるのに、なんでコメントが長すぎますって言われてさ、弾かれちゃうの。いつもと一緒なんですけど文字数切れそう。今日はレッスンでした。すごい石川のワンマンめっちゃあれだよ。すごいよ。あ、違うわ、間違えた。お、ジンジャーか、そうですよ。マッティンさん、初訪問ありがとうございます。神宮寺です、ごゆっくりどうぞ。神宮寺は、じゃあ初訪問さんに言うんですが、神宮寺は基本的にコメントを拾って配信をするので、ぜひコメントをお願いします。やりづらいとは思うんですけどね、知りたいことあったらコメントでお願いします。あんまりさ、あのなんて言ったらいいの、ルームのフォロー、あ、いけた。だからなんで君はさよならしてもいいやつ着るとか、あ、そういう、いやでもそれは嫌それは嫌。なんで？なんで？なんで？あ、オッケー、いけた。あとも、あとも、こんにちは、こんばんは。ということで、今石川県の遠征が、あるので、ありがたくね、全員で行かせていただくことになったので荷造りをしています。神宮寺荷造りしとる今。あれ、ダニエルさんって読むのかな、分かんないけど。2回目の訪問ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。圧縮しても大丈夫なの持っていくとか、え、でもそれで言うといつもこういう袋に入れて衣装とか運んでるから、意外となんとかなると思われる、思われる、思われる、きっと、きっとね、大丈夫だと思うんですが、ちょっとさ、何をさ、あの持ってったらいいのかわからん。何持ってったらいいのかな何を持っていったらいいのかな。とお泊まりって何を持ってったらいいの、お泊まりって。え、待って、え、待って、見て、破れてる。え、待って、破れてるんだけど、破れてる。なんで、なんで、何もつけずにいったらそういうもんダメでしょ。水作りしてるのが違う、荷作りね、荷作り。監督さん初訪問、牛尾店さん2回目の訪問ありがとうございます。神宮寺です、ごゆっくりどうぞ。山田みたいに技術少ないのとか、あれはやだ、あれはとか言っちゃいけないけど、無理、
穴ファ穴、穴なんだけど、なんでなんでこの間までなかったじゃん。なぜ太ったかな太ったかな。浮き輪と水鉄砲と水着物です。遊びに行くまんまじゃん。摩擦すれ破れのようですね。そうかも、摩擦で破れちゃったかも。幼い気持ち、幼い気持ちはいる、うん、確かに必要かもしれないあ、破った破った、え、違うよ、破ったわけじゃない、破れたんだから勝手に。え、でもそれで言うと、だって見る？こうボロボロなんだよ、たくさん着とるから。ほらここもね、ここもね一回取れてるし、この紐、ここもね紐取れてるんですよ。だしここの紐も取れてるから、取れてるからまあしゃなしって感じです。え、でも帯締めるから見えないかな。やめ、どうしよう、修復するか迷う修復するか迷う、どうしよう。でも帯でさ締めたらさ分かんないよね多分。いいや、とりあえず、とりあえずいいや、しまっとこう。まだそんな着てないでしょ。いや、そんなことないんだって。あのね、普通に着とってもなるし、普通にね、普通に着とっても劣化が早い劣化が早い、劣化って言っちゃいけないけど、なんだろう、消耗品って感じがする、とっても。努力の証ということですそうかもしれない。あれはあれはとか言っちゃいけないけど、あの洋服は着れないな私には。和服は激しい動きに向いてないかも。それはそう、みんなそれは向いてないよテラテラだから。そうそう、テラテラだから、洗ったら洗った分だけ、なんだっけ、洗ったら洗った分だけ、壊れるというか、壊れはしないけど、なんていうの、あれよ、ちょっと痛む気がする。すごいさ、下着が見えて、下着、下着って言っちゃいけないけどな、下のやつが見えとる。太りすぎのわしは1年で4回落ちる、やばけど、やばあ、ネキはジャジャ馬だから破れても仕方ないか。ジャジャ馬じゃないし、馬じゃねえもん、馬じゃねえもんおじさん、こんばんは、かわいい、結婚しよう、じゃあまた、じゃあまた、ごゆっくりどうぞ。ご飯を正座して食べたらビリったそんなことある、そんなことあるのやおもろ。え、でもそれで言うとね、一回ボタン吹っ飛ばしたことあるボタン吹っ飛ばしたことある気がする私黒内さん、なんで読むんだろう、風鈴、風鈴さんかな。ウォーイウォーイ、ありがとうございます、初訪問でコメントもくれてありがとうございます。バンザジャパンの構成ユニットの足軽ジャパンの神奈川県伝道市見習い神宮寺理愛です、よろしくお願いいたします。かゆい、間違えた、暴れん坊ヤンキーだから仕方ないな、うん、もういいやもういいや、言わせておこう。はいはい、所詮私はヤンキーですよ、ヤンキーですよ、どうせ。とでだけ何度かお股擦れて破ったか破れたか。え、でもそういう経験したことある、本当に。私ちっちゃい頃さ、ボーンってなったから、マジアンパンマン
今よりもアンパンマンだったから、アンパンマンって感じだったから、アンパンマンって感じだったので、あの分かる、とってもカロリー計算しながら食事してるの、なえそうですなえそうです、だってなえちゃう。でも確かに分かる気がする。私もさ、計算すんのだるって思いながら食べてる。やべ、アイスあげる、アイスくれるの。結局食べてないんですけどね、アイス食べたかったけど食べれなかった。みんなは何のアイスが好きですか。神宮寺はちなみにあのチョコミントが好き、チョコミントが好き、チョコミントとあとチョコ系が好きかも。バニラが逆に得意じゃない。普段食べてるものがカロリー多すぎてまあ確かにね、丼物とかね、カレー、カツカレーみたいなの食べてたらそうなるよねって思う。食べたい気持ちはわかる。いや、糖質と脂質掛け合わさったらもうさ、全部美味しいよね。糖質とさ脂質のコラボはマジでうまいから美味しいよね。射程なので怒らす前に与えたけど笑った。射程じゃないですけどね。ヤマタさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。チョコミントかバニラ、バニラか、バニラは分かり合えないな。チョコミントシンガリガリ君美味しかったよね。美味しかったよね。私食べてないんだけど私食べてないんですけど、ただでもそれで言うと美味しかったかも美味しかったかもしれない。カツカレーとおじやとだったら一日向こうだ。やばカツカレーやばいもんね、ボーンって感じだもんね。ソーダ系のアイスが好きです。明日金箔ソフト食べようかな。え、明日ということは金沢に行くの。明日はハリーさん、え、金箔ソフトって金沢の名物でしょ。ゆうくん、おはぐじ、おはぐじ、ごゆっくりどうぞ。チョコミントはファミマのぎっしりチョコミントが一番わかる。それめっちゃ美味しいよね。わかるわかる。最近食べてないけど好きすぎてお母さんにめっちゃ買ってきてもらってた。めっちゃ買ってきてもらってた。美味しすぎて、好きすぎて。え、それとさ、あとあのクッキーが挟んであるやつがあるんですよ、チョコミントのね。あれも好きでした。まーさん2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。チャタじゃなかったらオラは何なんだ。自分の胸に聞いてみ、自分の胸に聞いてみ。おかえりおかえり、ただいまただいま、トマトただいま。今金沢にいるんだ。そうなのね。そっか、金髪って言ってた。金箔ソフトでも美味しそうだよね。東茶ヶ谷、東、はあ、もう無理茶屋のさ、東茶屋街のさ調べたらさ、すごい美味しそうなものたくさん出てきて、あ、選べないってなった。どうしようどうしよう、どれもさ美味しそうだったからどうしようってなったさっき地と戦って石川の良いところじゃなかった。地嫌い、私も嫌い金箔ソフトにかけないどれが丸かぶりしたいまであるわかぶんないでやめてかぶんないで口の中入れてください。今心臓捧げたね、捧げたよね、戦う
私だってこっちにするからごめんだけど、お前の心臓はこっちじゃないから、私こっちなんでこっちなんで、選ばなくても全部買えばいいんだよ。そうかもしれないけどさ、そんなに財力ないもんそんなに財力ないもんだって。自分の胸に聞いてみる、ピッピッピッやば、死んじゃった、起きて、生き返ってきて生き返ってきて、全部おごってあげるから入れない人そういう問題じゃないのよ。でもね、全部美味しそうだった。でもさ、食べるんだったらさ、あのなんだっけ、一緒にさ、一緒のもの食べてさ、一緒のさあれを分かち合いたくない？ラピュタさん、おはぐじ遅れたでござる、心臓捧げよう、心臓捧げよう、はっはっ、あ、りえちゃん、はい、なんでしょう途中で送ってもらった、わろたわろた、うん、りえさん、来月から行けるように頑張る、あー待ってる、待ってるね、待ってます、未来さん、初訪問ありがとうございます、神宮寺です、ごゆっくりどうぞ。寝ちゃったひろまこさんって読むのかな、おはぐじ、おはぐじ、ごゆっくりどうぞ、神宮寺です、お願いします。涼しく彼氏ずらして観光させてマロタりえちゃんは聖帝様でした。聖帝様って何？北斗の剣さ、ケンシロウしか知らんのよね。ケンシロウとラオウしか分かんない聖帝様が誰だか分かんない。おじさん誰？おじさんですか？でも元気で可愛いの全然よあ、初訪問だったのですね、氷室さん、氷室さんって読むのかな、氷室ックさん、ありがとうございます。それでは青フルで、でもね、青あれなのよ、もう一人いるのよ、実は実はさ、もう一人おるんよ、ゆえに、愛ゆえに、愛ゆえに、愛ゆえに、なんか忘れてると思ったら撮影会のバッテリー充電してた、やばいやばい、急げ急げ急げ、チョコなんて読むんだろう、わかんない。初訪問さん、ありがとうございます、神宮寺です、ごゆっくりどうぞ。あ、ガチカメラ用意してない、スマホしかない頑張れ、いや、私のカメラ渡せばいい、ともきに、はい、カメラ、私のカメラで撮っといてってひやさん、ぐちゃこまざい、こまざい、ごゆっくりどうぞ。ケンシロウとラオウ分かれば十分よ。でもそれしか分かんないそれしか分かんないのよ。おじさんじゃないの違うのかな、偽物のジャギは、偽物のジャギって何？ビーフジャギのこと？わかんないわかんないよわかんないよ。ねえねえ、なに、なんですか、あ、映るんですだからできるいらないよかい。そらさん、お疲れやお疲れや、ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。北斗の剣はそんなだった、そんなんやったっけ、あれじゃないの、戦うやつじゃないの、ボンボンボンって、知らんけど、なんて言ってる、エクスペリアなら綺麗に撮れる、あ、そうなんや。でもさ、今のさあれだよね、なんだっけ、今の iPhone さ、めっちゃ画質とか綺麗だよね。
サウザーって聞いたことない。ある。サウザーはある。聞いたことある。でなんで知ってるかっていうと、あのゲームセンターでスロットやったことある。あのあれね、本当のパチンコ屋に行ってやったわけじゃないですよ。ゲームセンターでさ、暇すぎてコインゲームとかあんま好きじゃなかったから、本当はずっと太鼓の達人とかクレーンゲームとかやってたい人だったんだけど、あのお金かかるじゃない、クレーンゲームも太鼓の達人やるにも。だから仕方なく、あの父の隣でベンベンベンってやってた。カメラあるん？うん、ある。一眼レフみたいなやつあるよ。映るんです、いいの。あ、そうなんや。花森ニットさん、画像もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。ビーフジャーキー、え、ビーフジャーキーだと思った。ハグジユタさん、ハグジごゆっくりどうぞ。みずきさん、私はだからエクスペリエンス笑った。でも可愛いね、ありがとう。そういえば27日出演に関するツイートを見逃していて、今日の昼間にうんとなった。どういうこと？どういうこと？ケンシロウの彼女を奪った人、わかんない、知らない。マジで知らない、物語マジで知らない。山井さん、こんばんざい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。すべてお関松のユリア、ユリアって人がさ、そうなの？わかんないけど。ショウって読むのかな、なんて読むんだろう。ミットさん、初訪問ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。200万のレンズよりエクスペリアの方が綺麗と。笑うた。何言った？ SE 打ってないよ。わぐじ、あ、コメントありがとうございます。神宮寺です、なので宮司です。お願いします。iPhone の画質綺麗なのは分からんけど、羽根木は綺麗、羽根木は綺麗なのは知ってる。マロタンありがとう。そのまま本物のスロットにはまるのか。ううん、はまんない。てか、あの嫌いなんですよ私、ゲームセンターとかそういう場所があんま好きじゃなくて。でなんでかっていうと、音でかいじゃん。なんかピューピューピューとかさ、ピューピューピューとかさ、音するわけじゃない。だからすっごいね、好きじゃないのそういう場所が。なんかパチンコ屋さんも好きじゃなければ、ゲームセンターもあんま好きじゃありません。失礼しました。怖いし、自分はいつ。マロさん、お父さんがゲーセンでスロットは金減るばかり。そうなんだよね。でも別にいいんですよ、いいんですよ、その話は。その話はいいんですよ。カメラに収めるのもいいけど、目に入れたいはやめて、怪我しちゃうから。目に入れたいはやめて。よし、まあ、りゅうさん2回目の訪問ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。ギリギリまで手紙書きました。やっと納得、よかった納得いくものができてよかった。年齢設定甘えなのよね。そうだよね、そうだよね、あの3目に入れるの怖い。そうだよね、私もそう思う。大人だったリンケンド美人すぎる。あ、そうなんや、女の子だよね多分、分からんけど。あ、好きだ。どうなるか試しに入れてし、ダメです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 、入れちゃダメです。言いたいこと言ったから。あ、寝ちゃうの、おやすみ。おやすみ。あ、アイラちゃんが来てる多分。多分。あ、そうだ、こんな配信見とっても意味ないで。とちやさん、初訪問ありがとうございます、
ごゆっくりどうぞ。ゲセ喋り声のも聞こえ、そうだから嫌いなのだから嫌いなの。そうだってゲーセンもさ無理だしさ、あのなんだっけパチ声も聞こえないもん、だから無理。半分にして2人で目に、ダメ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 です。半分に割れないから神宮寺やめて。じゃあパフュームの歌をピコピコ言ってるけどパフュームの、じゃあパフュームさんの曲はいいんです、いいのよ別に。じゃあそういうあのなんていうの、なんていうの、あのピューピューピューとかさ、それがさたくさん並んでるじゃない、あそこの空間は。だからそれはちょっと嫌よしよろしく、ダメです、よろしくお願いしますじゃないです。一番年齢がわからない、そうなんだ、初めて知った、小愛ちゃんになってこと違う、だってさ別にここのさルームに来たとてさ別に面白いことなんもないわけですよ、わかるわかる、多分勉強になることなんもないと思うよ。あと土曜日の朝から体に行くから、どこのどこにな、どこに行くかメモ書いた、あ知ってる、ツイッター見た絶対見た、なんかたくさん書いてあるなって思った。カリちゃんここへ行って寝てくださいって言われてる、そうだ寝てください寝てください、こうやって連れてきたのか、うん連れてきた、あの来てくれた、連れてきたんじゃなくて、連れてきたんじゃなくて来てくれました。ゲセてた時の静けさというか開放感は、うん、分かる、それはめっちゃわかるわかる、何もない感じのさ音いいよね、なんか現実に戻ってきた感現実に戻ってきた感はあるあそうなんだ、それはすみませんでした、許してくださいねえねえやめてよ、私怖い人になるじゃん、怖くないもん、やめてよ。確かに俺の血は悪いコメントしかないから確かにそうかもしれないそうかもしれない、確かに18金のエチンでやめてよ、めっちゃ印象操作されてる、最悪最悪最悪やめてよみんな。あタイトルステージだとホームランも入れなきゃホームランも入れなきゃ、パコーンって。タイトステーションってゲームだっけ、忘れちゃったけど、スタジオ練終わって家着いて車で一息ついた時の耳絶望聞いて、それはねわかるわかるよ、とてもわかるとてもわかる、ジャンゴ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 しすぎてさ、ジャンゴジャンゴっていいあれだけど、ジャンゴジャンゴしすぎてさ大変よね大変よね、いやいや本当本当のね、本当のって何、本当のって小差してるのだけではなく後輩ちゃう確かに、でも怒ったことない私だって、別に怒ることないもん怒ることないもん、怒ることないし別に私が言える立場じゃないからさ怒んないだよあ、どっちもゲーセン、どっちもゲーセンかいどっちもゲーセンなんかい、え、ちょっと待ってね、こわっ、え、待って電気ついてる外もしかして、ちょっと待っててね、よかぜ、階段の電気ずっとつけっぱだった階段ずっとつけっぱだった、やべえ、これ武器じゃありません、これは
食べれないと。おやすみ、おやすみなさい、またね。背中疲れちゃうか、たまに、たまにぐらいがいいかな。そうだよね、私もそう思う、たまにでいいです。明日も朝から仕事だぜ、頑張れ、頑張ってね。でもね、今までありがとうな。なんでよ。え、車運転するんか。運転はできない、運転はできないけど、あのスタジオ連みたいのはさ、するというかしたことあるからさ。ジャンゴジャンゴってなんかアンガールズ。ジャンガ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 ジャーン、これで合ってる。ミクさん行く前にやだぜ、ごせー、ミクさん言う最初にしてください。マロタ別に話す相手いないんでいいですけどね。ちなみにゲセとスマホなら任せて。確かにラプターさん強そう。ドラムはシンバルが耳の高さに並んでる。あ、確かにそれはそうだわ。パーカッションの人にやらせてもらったことある。ズンズンチャッツカツカツンチャッツ。武器出て、武器じゃないです、これ武器じゃありません。ゲスト登場しない。もう寝てるからね。そんな武器じゃ負けるだろ、いつもの金属バットなんてないから。ごめんだけどないから、家に折りたたみ傘なく、殴んない殴んない殴りません。異物違います、性能系違います。はやとさん、おはぐじ、おはぐじ、ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。知ってるぞ、マリアさんの方だ。でもあれなんだね、妹さんのファンの方なのかな。すごいさ、さっきからさ、すごい見える。やだ、重さ30キロありそう。ないです。あ、サックスの時、あ、そうそうそう、サックスの時。合ってる、よかった。よかった。今日は叩いて褒めて叩いてのコメントしてるな。いや、本当に本当にやめてよ、そんないじめないで。で、その口ドラムのリズムパターン好きだわ。好き？でもさ、それしか知らんのよね。ツンツンチャツカツカツンチャツカツンツンチャツカツカツンチャツカツンツンチャツカツカツンチャ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 久しぶりに見たらめちゃめちゃ話がする。成長しました、私成長したでしょ。三宝さん2回目の訪問ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。だけど時ためだねって言って、光の速さで敬語になって話すことなくなった。話すとなくなったのが懐かしい。笑った、確かに。いやでもさ、あれよ、距離がさ、あの空くとさ、距離じゃないね、期間が空くとさ、やっぱどうしても敬語になっちゃうよね。お腹が空いてコメント少なめ。お腹が空いて、そうなの。私の頭あげようか、アンパンマンじゃないけど。ペンペンペンって。トモさん、リアちゃん、リアちゃん、ヤッホーヤッホー、ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。ズンズンちゃん、どの楽器が叩いてるのだろう。ズンズンズン、こうって叩いてる。わかんない、こうやってこうやって叩いてる。バスドラムっていうか、なんか叩くやつあるじゃん、足で叩くやつはずっとタン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 ってずっと叩いてて、こっちは8分叩いてる感じかも、わかんない。
ません、画質もすごいの見えるのお願いします。嫌です。普通のセリフだよ、いじめないで。いや、こっちのセリフだよ、いじめないで。ボイスパーカッション共鳴しょ。できない。ピューゲーセンメモしたんだわ。金沢駅付近のゲーセン、ゲーセン話に行きたい。マロタ、まあ、そうだよね。配信の時だけ見たりさ、なんでそういうこと言うのさ。そういうこと言うのさ、確かに配信の方が多いけどさ。えっとドンパンド。ああの多分違うかも。あのしゃべるっていうかさ、あれが違うだけかもしれない。ワンマンでサックス披露。でもサックス持ってないんだよね。持ってないんだよね、実は。2000年生まれのチキと。あ、本当によかった、よかったわ。いや、期間が空くとやばいじゃん。だ、ヘアさんは大丈夫かも。ヘアさんは大丈夫かもしれない、わかんないけどね。ツバよりコシアン派です。ミートゥーです。かわいい。ヘッドビート叩けるんか。ロックできるん。ロックできるかな。ロックできるかも。できるかもしれない。俺サックス、いや逆にサックス、私が吹くよサックスは。チャグラのポイパなら極めてるから。できてないから。ピューはくそ、腐って言わないでよ。何でもやるよね、チャレンジャーだけど。そう、何でもやるよ、意外と。意外と何でもやるよ。できるかもしれないじゃん、だって。カンゴさん、ごゆっくりどうぞ、ごゆっくりどうぞ。こんばんは、ごゆっくりどうぞ。ホームランは駐車場無料だから、ありがたい。へえ、そうなんや。え、その、あれなんだよね、その店舗だけではなくってことだね。マサヤンさん、課長もありがとうございます。神宮寺です、ごゆっくりどうぞ。あと森進一のボイパも得意だよね。うん、全然全然、いや全然喜んでいいのよね。うん、いいんだよ。いいんだよ。よっ、せアイドル界の武田さんにはなりたくないな。武田さんにはなりたくないな。あんな筋肉ムキムキじゃないしね。ヘアさん、下っ端に見られる。下っ端に見られてるわけじゃないですよ。やめてよ、下っ端に見てるわけじゃないけど、あの、なんだろう、親しみやすいというかさ、わかります、そういうことよ。そのテント、そのテントだって、その店舗しかダメなんだよな。警備ひどくて無線持って。そうなんだ、そうなんやね。じゃあそこに行くしかないですね。サックス吹けるのにクラリネットが吹けない話する。え、でもそれで言うと私もクラ吹けなかったよ。うん、クラ、うん、クラ吹けないよ。なんかね、ダメだった、吹けなかった、私には。吹けなかったです。武田純次、こういう人だよね。こういう人だよね。また相手の人は俺より上にいるから。なん、別にさ、私自分のこと上だと思ってないですよ。え？え？私上だと思ってないけど。俺が最年年上だと思ったら、あすきさんが一番年上、最年長。まあそういう時もあります。お菓子探してきた。ダメ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 だよ、ダメだよ。パーカス志望なのに全楽器の音だけ渡せた話する。え、それで言うと、ねトロンボーン、管楽器はね出た気がする。オーボエ以外は出たかな。
クラクラクラもなんかできないけど音は出た音は出たし、フルートも音は出たしって感じかな。でも口のやつとあの金管楽器が合わなくてあの無理だった。とっちゃんさん、お疲れやい、お疲れやい、ありがとうございます。コメントごゆっくりしてってください。基本的にあのコメントとお話しするので知りたいことあったらお待ちしております。バンジャジャパンの合成ユニットの足軽ジャパンに所属しております。ごゆっくりどうぞごゆっくりどうぞ。金沢駅から祝日限定で100円バス出てるからどこにも、そうなんだ、そんなにそうなのね、そんなにそうなのねって、ちょっと日本語の語彙力ないけどさ、語彙力ないけどさ、そんなそんななんだ。どうやら連姉さんのパピーより年上ですそうなんだ、そもそも音出せんかったやけど、あ、そうなのね。え、マッピーすらも音出なかったの？マッピーとかわかるかな、マウスピースっていうね、あのここだけの部分があるんですけど、そこも音出なかったのかな。でも確かになんかサックスとクラの息の使い方違うかもって思った。とにかくりゅうちゃん頑張ったぜ、頑張るぜ頑張るぜ、ありがとうございます、頑張ります。ホルンのマウピ本当に苦手、私も苦手、ホルンとねトランペットはマジで苦手、ペットは。ゆき、お元気ですか、元気があれば何でもできるってね、元気があれば何でもできる、1,2,3バーってね、ちょっと黙るわ、もう2時過ぎてるでしょ多分、2時過ぎてるでしょ、静かにしないと怒られちゃうからね。親しみやすいを聞いて布団の中でにやけてるおさんをちょっとおもろいの準備しなくて焦ってきた、私もまだしてない、大丈夫です大丈夫よ、まだ私もしてないから、まだ衣装しか入れてないから行きも帰りも日本海沿い一人で車走らせてるんですが、隣乗ってくれませんかね。いいな、日本海側の方さ行ったことないから行ってみたいんだよね、海が見たい、日本海の日本海の海が見たいです。もう太平洋飽きた太平洋飽きた、神奈川は太平洋面にね即してるのでね、太平洋は飽きました、日本海の海が見たいです日本海の海が見たいです。 UFO からのサイズが吹き、え、わかる、めっちゃわかる、相変わらずのテンションですそうなんよね、朝からじゃないわ、夜すごいね、大変よねこんなテンションで、ごめんねみんなリアル壁ドンと、と俺にしろよ、あー、おさぎ、お、遅くない遅くない、ずっとおさぎだったんだけどお菓子おいしい、なんて美味しいんだ、諦めた食べてるやん、100円バスが使えない路線もあるらしいよね、小銭持っていこう、そっか、そうなのか、マジか、でもなんかさ使えないんだよね、あの IC 交通系 IC かがさ、なんか使えないところがあるっていうのは聞いた、マンピも出なくてなんでやねんって突っ込みすぎそれはなんでやねんって言われるわ、言われますね、確かにサックス出るのにね、なんで出なかったんだろうねマロタ寿司捨てさんに頭下げてお願いするリーちゃん乗せてかっていいですかマロタ、じゃあそろそろ
ごゆっくり寝るね。おやすみ、おやすみなさい。またね。石川県は渚ドライブベイって海で、あ違う、車で海の中突っ込める。行きたい。行きたい。行きたい私。行きたい。行きたい、たい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 。ダメです、ダメですって言われちゃった。ダメですって言われちゃった。宣伝三号さん2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。日曜バスで遊んで、テーマで車で車車車車欲しいん。笑った。まあトロンボーンか UFO の担当だったのでね、木管楽器は知らん。確かにトロンボーンとか UFO だったら確かに吹けないかもしれないね。吹けないかもしれない。面白い星のつけね、思った。なぎさドライブウェイウェイ行きたいな。映画写真持ってるよ、マイカーで行った。いいなぁ、いいなぁ、行きたいなぁ、海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 行きたいなぁ。急に腹筋始めるやんってね。仕事もリンリンマムファムさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。ウェーウェーウェー。あ、フルート吹けなかった、パチ超えた。うわーうわー、それで嘘つくんだ。車でブーンって笑った。車でブーンって言ったのね。ダメふんどしでかさんと、わかんない、フリー君さんと、英語のわかんないな、初訪問さんありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。海行こうよ。海行こうよ、海行こうよって。海ね、行きたい、行きたいです。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。神宮寺と申します、よろしくお願いします。バンザイジャパンの候補生ユニット、足軽ジャパンというところで活動をしております。よろしくお願いします。ごめん。ごめんなさい。そういうテンションじゃないです。ごめんね。そういうテンションじゃないです。海、海、水着。りえちゃんの水着。水着はつけん。ごめん。水着は着やんな。ごめん。水着は着やんです。海行こう、その海じゃない、やだ。その海は嫌だ。ガチめに花火大会とか行くイベント欲しいわ。花火大会花火大会行きたいよね、わかる、私も行きたい、行きたい。泣いてる、ごめんごめん、看護さんごめんね。ちょっと見たけど、ネズ行きそうっていう感じ。刺して刺してください。失敗してくれてありがとうございます。きっと周りの視線が痛いし。そんなことある、いいじゃん、みんなでさ、あれしたら、みんなで、みんなでさ、なんだっけ、いたらいいんじゃない。痛くないよきっと。サチさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。長岡行きて。長岡どこ、長野県ですか。聞いたことある、長岡。ちなみに22日行きますよ。来るの、来てくれるんですか。ちなみに誰予約で来るの。
ごめん、それは言わないでいいや。ごめんなさい。ごめんなさい。ジングスに愛され、ジングスに愛された女、ジングス D.I. イエーイ。静かにするわ、ごめんね。225人の皆さん、ごめんなさい。夜にこんなうるさいことして、ごめんね。トルカさん、2回目の訪問、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。そういえば注射打って、投薬中で。見させるほぼの、あ、よかった、よかったです、よかった、よかった。騒がけないんだけど、鬼込みそうだから行く気ない。あ、そうなんだ。うじ、千葉うじ様、2回目の訪問、ありがとうございます。下の英語の方わかんないけど、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。長岡兄さんやで、あ、そうなんだ。新潟県、あ、新潟にあるのね。大丈夫そうだね。通常通りさせてもらうね。大丈夫そうに見えたんだね、ストームさんは。大丈夫そうに見えたんだね。それはあの、私からは強制できないし何にも言えないので、ストームさんがあのやりたいようにしてください。めざきさん初訪問、たまごまんじゅうさん初訪問、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。お披露目見て子さんになるわ。そうだね、子さんになって、子さんになって、わら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 笑われた。ウェオさん2回目の方もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。足軽ライブだから足軽予約ね、予約フォームは全部一緒なんですよ、足軽ジャパンもバンダイジャパンも。だから普通にあの人を選んでくれればっていう感じです。人を選んでくれればなんて言ったらいいの、あの足軽ジャパンだった場合、あの名前の後ろに足軽ジャパンって書いてあるのでという感じだから、予約フォームは全部一緒。静かにしてください、しないで。どっちどっち、長がつくのは長野県、単純なお手伝い。違う違う違うよ、そういうことじゃないよ。そしたらだって長がつくもの全部長野県になっちゃうじゃん、そういうことじゃないから。一回だけでいいから家の中で花火してみたい。危ない危ない危ないですよ。かずちゃんさん2回目の訪問、とろんさん2回目の訪問、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。230人ね、めっちゃ増えた。でも今240人だけどね。長岡花火はジプターが流れてフェニックスって花火が有名なよ。そうなんや。いいな、なんかそんなん言われたらさ、すごい見たくなってきた。花火とか好きなんよね。なんかさ、地元のさ、あの花火大会がさ、あの夏の最後らへんにあったりするんだけど、ちっちゃい頃太鼓を習ってて、そこでね、なんか発表をしてたんですよ、太鼓の。だからその時にあのステージ上でね、あのその終わった後、花火になるとさ、そのステージがガラ空きになるわけですよ。ガラ空きになるから、こうやって見てた、あのステージ上で、ステージの上をに座って見てた、こうやって見てました。めっちゃ長岡は新潟ですよ。しっけしっけ。サッシーさん初訪問、キューピーさん2回目の訪問、橋本さん初訪問、ありがとうございます。神宮寺です。ごゆっくりどうぞ。あ、そういうこと、そういうことなの実は。てか聞いていいのか、18日まで動員集まりそう。微妙です、正直言うと。ピンチです。ピンチです、正直言うと。はい、ピンチですよ。笑って
ってる暇ないぐらいピンチ。実は実はね、おい和太鼓もやったの初知りだぞ俺もやつ。あ、そうなんや、和太鼓なんかやっとやってたっていうか、近所のそのなんかあるじゃない、あのさ、近所の地元のサッカークラブみたいな感じのやつで、あの地元のなんかちょっとした盆踊りとかに出る感じの太鼓を習ってました。フェニックス見ると周りの人泣いてるのよね。あ、スキチさんは泣かないんですか。わかんないけど。コマシオさん、ジャブさん2回目の訪問、マサカズさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ベースだけどこれのままテレビ。へえ、そうなんだ。そうなのね。そうなんや、初知り、へーっていう感じ。そうなんかしちゃったわ。いやでもストームさんがそうしたいならそうしたらいいと思う。したらそうしたらいいと思う。カンチョッチさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。18日までのライブ、そう、そういうこと、そういうことです。18日までのライブですね。そうそうなんです。自治体のやつね、俺もそう。あ、そうなのね。じゃあ一緒だ、ほぼ一緒だ。一緒だ。音楽流れてそれに合わせて叩いてました。中で思い出したけど、旧長崎の伝道師さん、伝道師さんこの前来てたのね。この前来てたのね。この前来てたのね。わかんない、わかんない、誰だろう。先輩、先輩が来てたってことだよね。ぬひまるさん、なんて読むんだろう。きょうじさん、2回目の本物さんの名前わかんないけどありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。あれさんの教育が厳しくて、フェニックス程度ではなきゃ。ねえ待ってよ、厳しくしてない、してない。いや、通常申し込んじゃった、通常申し込んじゃったわってどういうこと。通常申し込んじゃったってどういうことだ。わ、太鼓叩きミニグージ見て。マジパンパンだからね、パンパンの顔の神宮寺がさ、あの前髪とかなかったからさ、めっちゃさ、なんだっけ、どういう状態だっけ、なんかさ、こういう状態でさ、鉢巻き巻いてさ叩いてた。鉢巻き巻いて叩いてた。そう、そんな感じの幼少期を過ごしてました。あとチア習ってた、チア、チアリーディング、チアで、へいって、にゃい、にゃい、ふーにゃいってやってた。カリーナウダイさんと、マジ、あ、なんて読むんだろう。タカポンさん2回目の訪問がありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ヤマトのオープニングで神宮寺の太鼓、神宮寺の太鼓の達人はせんかな。でも多分あったらやるかも。こてたこ、ポンパーか、なんかして、してたん。ポンパーって何、ポンパーって、ポン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 パリング。ポンデリングみたいな。通常の推し面でリアクション見て勘違いした。だからいいんだよ、いいんですよ全然。そうだから、ストームさんがしたい、したいようにというか、したいようにすればいいと思うよって言ったじゃない私は。そういいのよ全然。ゆじろさん2回目の訪問、ヒロリンさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。おでこめっちゃ広いじゃん。そうなのよ、そうなの、嫌なんです。おでこ広いの嫌なんです、神宮寺。そう嫌なんですよ、わかります。本当に嫌なの、前髪だから、だから前髪作ってるみたいな感じ。だから、だから作ってる。
そう、なんかさ長いんよねマジで、今後が心配。そう、たまにさリマさんとさお話をするんだけどさ、リマさんにさ、リマさん髪の毛なんかそんな多いというか量がね多い方なんですけど、リマさんに、リマさんが私に向かってね、いいなって言ってくるんですよ、この髪の毛の少なさいいなって言ってくるんですけど、私からしたらリマさんがいいなってずっと思っとって、育毛したいですってずっと言ってるくらい怖いの。このおでこも広すぎてさ、後ろに後退していかないか不安。ポンパドールです。あ、ポンパドールはしてなかったかな。ポンパリングください。あげません。あげません。なんかミドゥーンってしてたやん。あれ、あれね。あれはしてなかったな。あれはしてなかったです。そうだ。嫌なんよね。このおでこなんとかしたい。で、マジで後退していきそう、このまま。後退しても嫌いにならないでね、みんな。私のおでこがハゲてても、みんなハゲてても嫌いにならないでね。嫌いにならないでね。ちゃんと隠すから、隠すから嫌いにならないで。野球菓子さんとジョッキーさん、なんて読むんだろう、わかんないけど、やばいやばい、最後の方やべな、わからなくなっちゃった。英語読めないのよね。初訪問さん、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ゆちさん、こんばんざい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。もうすぐ終わろうかな。だが今何時なんだろう、今何時ですか。ポデリング食べたくなってきた。それで言うと私も最近というかここ数年、あのなんだっけ、ミストのドーナツ食べてないから食べたくなってきた。トイツルツルでも好きだよ。それはちょっとやめた方がいいと思う。それはやめた方がいいと思う。でそそり込んだ姉さんが素敵です。それはやりません。それはやりません、失礼ですが。やば、もうすぐ1時間経つ。もう1時間経った、もう1時間経ってるのね。やばいやばいやばい。やばいよ、終わりにしないと。ありがとうございます、みずきさん、たすきさん。会議は両足反り込むか、そういう問題じゃない。そういう問題じゃないです。嫌です、やめてください。ハゲたら曲げにしたら話題になるよ。うん、なそれだとしてもやらない、ちょんまげとかにはせん。しません。ラグジュアリーな観客さん、あ、どうもありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。めっちゃ遅い時間だね今日。いつもだったらねあと1時間前ぐらいに終わってるはずなんですけど、今日は帰ってくるのが遅かったから、あのごめんごめんって感じ。発表告知タイム、告知タイム。ちょんってカタカナダメっぽ、あ、そうなんだ、終わらせ、生酒さんみたいに言わないで。ということで今週のライブは、そうですね、土日はあの石川遠征があるのでちょっとないんですが、12日にトイスピットさんでライブがあります。そして待ってね、16日17日、あ、6って書くの忘れちゃった。六本木で18日が感じ。12日がトヨスピットさんでライブがありまして、16、17は六本木、18日は新宿でライブがあります。ぜひね、あの遊びに
来れる方はぜひ遊びに来てほしいです。そうですね、18日までにミッションを遂行しなければ、私この27日のジャックオブ東京、ジャックオブ東京には出れるんですけど、先輩たちと一緒にステージに立てなくなってしまうので、皆さんよかったら力を貸してください。お願いします。16日の六本木ライブなくなった時、嘘別れる話じゃなかった、なくなったのかな、その後の連絡見てないから分かんないけど、16日のライブはあれ多分別れるんだと思う、確か違うっけ、うん、いや多分別れるの、アイドル博とあとなんだっけ、アイドル博とアイドルライブジャパンで別れるので、私は六本木にいます。なのでぜひ遊びに来てください。本当にちょっとねピンチだからって言うと、なんかさ昨日と一緒で泣き始めるから泣き始めるからちょっと黙っとくね。あります。なのでぜひ本当に遊びに来てください。お願いします。いやもう投げないでよ、甘酒さんおるやん、甘酒さんおらんのに、おらんのに甘酒さんおるやん。渋谷近未来なら他の推しで行く。本当に？そしたら見てってください、足軽ジャパンのお披露目のライブなのでね、この日は本当にあれだよ、見逃し厳禁だよ、ワクワクですよ。神宮寺もたくさん出るしねたくさん出るしね、あの曲やこの曲で、あの曲やこの曲でいろんなところやってますいろんなとこやってます、たくさん歌ってる気がする、うん、たくさん歌ってる気がするので皆さん遊びに来てくださいあ、そうたくさん歌ってる。22日はで、27日はジャックオブ東京でですね、ジャックオブ東京、足軽ジャパンとバンダジャパンとして出ますね、出ますというかの出演がありますという感じ、うん、そんな感じです。で12日はトイスピット、すごいでかい会場なのでね、皆さん見逃さないようにしてほしいと思います。そう、次いつ立てるか分かんないし、今の体制の状況、今の体制で見れるの多分最後だから、ここがだから見に来てくれると嬉しいなという感じでございます。時間帯とかはこのアットマーク、ここ見える？テロップにアットマークリアイアンダーバー JB の方で調べてもらえると出てくるので、ぜひ皆さんそちらの方をご覧ください。以上、してること、へえそうなんだ、あ別れるのか、そう別れるんです、達成しますように頑張ります、達成できればいいんですが、オレンジさん初訪問ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。ジグジ姉さんは JC だから夜6時までで帰るんですかいいえ、 JC じゃありません、私違います、違う子ですね。二代目ハンドシンデカさんフォローしました、ありがとうフォローということでねえやだやだ、ともき甘酒さんにならないでやだ嫌いになるよ、甘酒さんのこと嫌いじゃないけど、甘酒さんのモノマネしてるともき嫌いになるよということで、みんな18日までよかったらお願いします。初めましての方でね、バンダイジャパンのライブ見に来たことない人、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。16と17と18神宮寺予約で
よかったら遊びに来てください。よろしくお願いいたします。以上、終わりにするよ。たけちゃんりの観客さん、ありがとうございます。フォロー、クルーズさん、発音もありがとうございます。まざけが嫌いなように見えるけど、だから嫌いじゃないけどって言ったよね、私。嫌いじゃないよって、嫌いじゃないけど、たまに怖いなって思う時ある。ずっとさ、リアイって呼んでるから怖いなって思う時あるけど、別に嫌いじゃないですよ。好きとか嫌いとかの概念ないから。言っとくけど、いや、あるな、ありはするけど、なんていうの、あの、何、あの、やめとこ、日本語が変になるからやめとくね。これ以上なんか言ったら墓穴掘ってるって思われそうだからやめときます。ということで、終わるんご。コマさん、カツオもありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。許してにゃん、許してにゃん。お疲れ、お疲れ、ありがとうございます。僕のこと好きですか？お、大声で聞くな、そういうとこ。あ、シュプさん終わるよ。シュプさん終わるよ。終わっちゃうよ。終わりますぜ。あって言ってるけど、終わりますぜ、お兄さん。終わるよ。終わっていい？終わっていい？みんな。ごめんなさい。いや、別に謝らなくていいんだけどさ。謝らなくていいんですけど。え？謝らなくていいんだけどさ。終わっていい？大遅くまでお疲れ。いいえ。いや、みんなとおしゃべりするの楽しいからね。お疲れ、お疲れ、ありがとうございます。延長しない。もう遅い時間なので終わってください。明日、明日また会おうね。そしたら、明日は公式、足軽ジャパンの公式ルームと、あと、このルームがあるので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ということで、終わりにしたいと思います。以上、バンザジャパンの構成ユニット、足軽ジャパンの神奈川県伝道市民のライジングジュリアイでした。またねー。むしろ、謝んなくていいよ。またね。さて、準備します。おやすみ、よく寝るよ。はい。明日から夜勤なんです。謝んないで。ね、なんか怖い人みたいになるからやめてもらっていいですか？ということで、またね。おやすみなさい。バイバーイ。